上山三津の上山三津のから1938年7月30日は、日本の官僚、政治家、農商務次官、台湾総督、貴族院議員、数密顧問官、数王国出身、松屋閣、上山与左門の次男として生まれる。収容学者、山口中学、山口高等中学を経て、1895年7月、 帝国大学法科大学法律学科を卒業。内務属となり、内務省建知局勤務となる。1895年11月、文官高等試験に合格。同年12月、青森県参事官に就任し、同県内務部第一課長を経て、1896年5月、山口県参事官に転じた。1897年12月、同県内務部第三課長に移動。 1898年12月、法制局参事官に就任指導台一部勤務を経て、1906年10月、行政裁判所表彰関係法制局参事官に就任。1908年8月、農商務省に転じ参臨局長となる。1912年12月、熊本県知事に就任し、1913年6月まで在任し休職した。 1914年4月、農商無事間となり、1918年10月、寺内内内閣の総辞職に伴い時間を辞した。1918年9月21日、貴族院直選議員に任命され、同和会に属し1935年12月まで活動した。1926年7月、第11代台湾総督に就任。1928年6月、 台中府警事件により台湾総督を辞任。1935年12月、数密顧問官となり、1938年7月まで在任した。晩年は生まれ故郷に図書館を建てることを計画。資金や蔵書を寄付するが、工事が遅延したために図書館の完成を待たずに1938年に病没。 この上山正人伊能の高吉が図書館建設の意思を引き継ぎ、1941年4月1日に引き継がれ、豊富市立三明文庫として開館した。その後、豊富市立図書館が移転したため、三明文庫跡地は公園となって記念碑が建てられている。ありがとうございます。